2023年1月某日、トップダンディ5において新年会イベントが行われた。2022年年間ランキングの発表。豪華絢爛シャンパンタワー。トップランカーたちが語る言葉と、トップダンディ5の今に迫る。2023年1月、トップダンディ5年間表彰式の前日、新年会営業が行われた。年間ナンバーに輝いたホストを称賛するより先に、お客様への感謝を込めたお披露目場としてこの日の営業が設けられている。これよりイベントタワーダブルシャンパンコレクションと思います。パンサーシール去年の新年会イベントの時に、2021年がナンバーワンで、1億は売ったことなかったんで、もともと全然目処も立ってなかったんですけど、1億は売りますっていう宣言をしてから、去年の総売額で1億と2000万円達成できて、本当に口に出すことって大事だなと思って、今回もそういうちょっと目標を掲げるイベントにできたらいいかなと思います。ちょっと僕墓前への思い入れが結構強くて、僕初めてなので、この支配人昇進のタイミングと、この称賛の場で、タワーも一緒に組めたっていうのはすごい嬉しく思います。その12月までにナンバーワンを取るっていう話をしてたので、それがちょっと全代表に阻まれてしまって、一回もナンバーワン取れなかったので、そこはすごい今の結果には満足してなくて、悔しいなっていうのはすごい。その目標、100本のお店記録は叩き出せたなと、一つ目標を叶えられたなと思っているので、その売り上げの方で、前に一度でも勝ちたいなっていうのと、1000万プレイヤーになりたいなっていうのは目標としてあります。5月から入店させていただいて、ありがたいことに年間組数ナンバー3、そして年間でもトップ5に入ることができました。僕が本当にこの結果を残せたのは、僕自身の力だけじゃなくて、本当に忖度抜きで5というキャストに支えられて、あとは僕が応援していただいた姫様たちがいるからこそ今の結果が残せたと思ってます。僕の中でホストという職業に関わることは人生の分岐点であって、さらに人生の今後の自分の経験値として生かせる職業だということを、この約半年間ぐらいで痛感しました。今後のビジョンとしては、僕が今面倒を見ている上花響という後輩がいるんですけども、それを1年間でしっかりと育て上げて、5に素晴らしい人材を残せるような教育をしつつ、僕自身ももっと高みを目指して頑張っていけるように、これからも精進していこうと思ってますので、皆様ぜひ応援の方よろしくお願いします。2022年度トップダンディ5の年間ナンバー4ということで、惜しくベスト3入り逃してしまったわけなんですけれども、11月までは僕がナンバー3だったんですけど、12月のタイミングで負けちゃったんですけど、負けるのはやっぱり当たり前に悔しいですし、実力不足かなというのはやっぱり上の3人を見て思うことで、戦えるようになったことの方が僕は嬉しいが大きくて、悔しいんですけど楽しかった1年ではありますし、今年度は気合い入れて行かないとなって思うんで、僕の活躍を見ててください。なんなかった。年間ナンバー3を維持できたことは上出来だなってぐらいには思ってますけど、僕の日じゃなく成長した人たちもいる中で、一番伸び率が良かったわけではないので、大地に落ちないように不安ばっかりですけど、目の前の、目標、全代表がいるので、いろいろ学んで今年は去年より一昨年より成長できたらいいなと思います。タワーを急遽受け入れてくださって皆様ありがとうございます。ありがとう。僕墓場にもすごい思い入れがあって、本当5年間で1回も来たことがなくて、だったら墓場切るならもうタワーが欲しいと受け入れてくれたのが初めだったので、それは姫も分かってると思うので、今年は近くで本気でなくして幸せにしてあげれるように、これから精進していきたいと思います。ご協力していただいた皆様ありがとうございます。今日も盛り上げていきましょう。5の絶対的使命なんですけども、僕はオープン当初から2年で拡大店をすると言い切って、ずっといろんな準備をしてきました。おかげさまで5の売り上げは順調に伸びて、売り上げ的には全然問題ないんですけども、なんせ今この家族症の状態で箱が出てこない、
そしてグループダンディにはたくさんのやっぱりお店がある中で出店の優先順位というのがやっぱりありまして、ファイブの売上はとても調子がいいけどもやっぱり先人たちがいて、そういう意味ではファイブの出店というのは、ナンバーワンではなかったのが去年です。でもその中でようやく今年、拡大店の筆頭に今なってます。ということは歌舞伎町でグループダンディがこれだと思った箱が開いた瞬間我々が入れるのがもう確定しているので、あとはもう箱が開き次第すぐに拡大店をして、今この現時点で使っている箱をですね半年で2号店を出す算段で僕はいます。だからこそ5にはたくさんのポストが空いています。もちろん今いる男の子たちの成長でそこのポストを埋めるのも理想ですけども、でもお店が強くなるためには外からの力が必要なんですね。というのも外からの影響があることによって今内部の子たちも化学反応が起きてみんなが上がっているので、ポストプレイヤーもそして運営スタッフもどちらもどしどし大募集です。まあ、この度あの代表からしていただいたんですけど、これも本当にあの応援してくれる姫様、本当に僕の大事な姫様のおかげで、今年もよろしくお願いします。あとみんなの2023年もあのよろしくお願いしますということで、みんなで一緒にアイクロー、何に トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5ではあの湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。